まあ、お、こんばんは。よし、できてね。秋花粉やばくないですか？私今日鼻水とくしゃみがひどいんですけど、ひどい。今日も美しい、ありがとう。こんばんは。わかる、俺もやばいだよね。今日も可愛いね、ありがとう。今日のワンピ可愛い。口2回目で、ワンピースじゃないんだこれ、ブラウスなの。これね、今日インスタ撮ったので載せるね。あのブタクサさんですね。あの花粉やばいですよね。あの鼻水大変です。今日はお稽古じゃなくて歌収録がありました。情報解禁を楽しみに待っててくれたら嬉しいなって思います。インスタ待機ありがとう。見て、今日のこれね、おんちゃんにねリボン結びしてもらったの。てかやばくない？今さっきさ、今日朝あの早くて、早くない、早くはなかったんですけど、まあいつも昼ぐらい、お仕事休みの日があったら昼ぐらいに起きる私からしたら結構早起きだったんですね。早起きの方に入ったんですね。でまあお仕事行って帰るじゃない。まあそれでさ、雨も帰りちょこっと降ってて、午後かな、今日ちょっと降ってたじゃないですか。で雨降って止んだ後の花粉が結構 やばいんですよね。そうだから、その花粉に見事にやられてしまって、でお家帰って、まあ朝だったっていうのもあって、あの一旦寝たんですよ。で寝て起きたらちょっと顔が顔がむくんじゃってるんですけど、まあ気にしないでください。一気に飛ぶじゃん、飛ぶよね。え、本前ちゃん卒業発表したの？本前ちゃんの卒業発表終わったらいきなり通知来てびっくりって、ごめん。え、本当の話ですかそれ？目はつらくないんですよ私。鼻なんですよ、鼻。鼻に来るタイプで、鼻以外マジ喉とかも全然大丈夫だし、目も痒くなったりしないんですけど、鼻水が大変なんですよね。でもよくよく考えたらちょっと目も赤い、うるうるしてる、赤いねちょこっと。今さっきショールームで本舞ちゃん卒業、そっか。そうだよね、本舞ちゃんあれユニット一緒だったんだよね。なんだっけな、そのアイルみたいな感じのユニットあったじゃないですか。それで一緒で、そこでなんか結構ちゃんとまともに話すようになったのかな。それまではあんまり話す機会なかったけど、よく755とかで好きって言って、好きっていうか、なんだろう、なんかちょっと話してくれたりとかしてくれてね。寂しいね。いやー、ショールームで卒業発表とかね、公園ないとさ、まあ、一緒にか、一緒じゃなくて今日考えちゃうよね。最近のメグさんめっちゃ女優顔になってるね。本当？ね、女優顔、女優顔ですか、このむくんだ顔がですか。ありがとう。優しい。9月、まあ今月末なんだね。まあ考えちゃうよね。お疲れ様、本舞ちゃん卒業発表ね、寂しいね。お、じゃあ軽い話題にしよう。9点目代わりやってるけど、欲しかった副賞ファンで買ってやばい、まだ買ってない。私さ、あの9点のアプリ入れたんだけどさ、まだ買い物の仕方がさ、ちょっとあのこういうアプリで買い、あんまりさ
買い物とかいつも親に任せてばっかだったからさ、ちゃんと買い物したことないのよ。やばい、え、結構もうないよね。明日ぐらいまでだったよね。マジちょっとこの配信終わったら、あのクッションファンデ絶対買う、絶対買う。あとね、もう一個気になってた韓国コスメなんだけど、マスカラがめっちゃいいっていうのがあって、そう、あの韓国コスメなんだけど、なんかムードってとこだけど、 MUDE みたいな小文字のなんかピンクのパッケージのあれがいいってね、なんか見て、ボリュームもロングも両方ついてるんだって。あのそのマスカラもすごい気になってて、そう、ムードってあってるやつ、あ、そう、なんかムードってあってるかな、うん、それ、あ、すごい、たい焼きありがとうのコスメ、あ、マスカラもすごい気になってるのと、あとヒンスのチークがあのメイクさんにすごい勧められたんで、それも買いたいんですよね。やばい。で、あとスキンケア系もいっぱい買いたくて、パックとか、ムードで合ってるかな、あのブランド名めっちゃいいよ、細くて繊細なまつげ、うん、目代わり買い物した、あ、すごい、もうみんな早いね、みんな、まあ、そうだよね、明日ぐらいまでだもんね。え、絶対買おう、そのマスカラも、うん、そう、安い時にね買いだめしとかないとね。わかる、わかるよ、メグもそうね、なんか何パーセントオフとかで、ね、目代わりとかチェックしたくなるよね。そう、だからこの配信終わったらちょっとちゃんと買わなきゃ、買ったらなんかストーリーとかにこれ買ったよって載せるわうん、ごめん、ちょっと見苦しいかも、鼻声だよね、やば、恥ずかしい。今日はカフェラテを作りました。でもあのほんと簡単なやつです。あのペットボトルに入ってるようなコーヒーに豆乳を入れただけの豆乳ラテです。うん、マスカラのレポお願いします。オッケー、まず忘れないようにしなきゃ。ムードと書いて、ムー、うん、うん、同じのチェックしたいので今日教えてください。わかった、めぐちゃんの髪色もカフェラテ、カフェラテですねこれもカフェラテだよ、カフェラテっぽくない、これソイラテですね。私はこれはソイラテを作りました。めぐちゃんとおだいり似てるね。そう、嬉しい、めっちゃおだいり可愛いよね、美人さん。おだいりはプロレスで一緒になってからいっぱい話すようになった。好き、おだいり面白いし可愛いしスタイルいいし歌うまいし声綺麗だし日の打ちどころがないですよね、本当に。目元がいつもよりキリリしている。あ、そうです、今日は歌収録があったんでネモハムルマーの衣装を着たんですけど、今日アイメイクをねちょっと濃いめに、あ、本当はカラコンもしてるんだけどちょっと目が疲れちゃったから取っちゃったんだけど、今裸眼なんだけど、目尻目にね、わかるかな、ちょっと目尻を、でもアイシャドウもちょっと落ちてきてるかもしれないけど、目尻を重視したメイクをしてるんですよ、わかるかな。でアイラインもねちょっと長めに引いて目の横幅を足すようにしているメイクです。うん、歌番組解禁楽しみ、ね、楽しみにしていてください。嬉しかった、歌番組の時のメイクもセルフです。基本 AKB の仕事の時は基本セルフですね。とはいえ舞台の時もほとんどがセルフメイクです。私なんかそういう雑誌系の撮影がない限りはほとんどセルフメイクです。青番の時もセルフか、顔面は自分でやってた。あ、でもベースメイクだけは
あのメイクさんがやってくださったんですけど、眉毛以降は自分だったな。うん、そう。でもドラマの時ってなんかメイクどうなんだろうって思ってて、青番のドラマの撮影の時になんか他の女優さんって自分でメイクしてる女優さんもいるんですかみたいな、私みたいにって聞いたの。そしたら、自分でセルフで自分で顔をメイクしてる方もいるし、やってもらってる方もいるよみたいな言ってて、あ、女優さんでもセルフでメイクする方もいるんだって思って、そこで初めて知った。メイク上手、ありがとう、嬉しい。今日のメイクママに褒められた。めぐちゃんのメイク好き、ありがとう、嬉しいな。慣れればセルフでうまくできても、加入したばかりだと、え、そう、私加入したばかりが本当にマジ地獄で、眉毛描き忘れて劇場公演のバックダンサー出たことあるよやばくない？もう眉毛って一番印象に残るのにさ、眉毛か、あの描き忘れて眉毛描いてない状態で劇場公演出たことあるからねあ、メグメール来た、やったね。そう、歌番組だし眉毛ない状態で劇場公演出たことある普通にだからもう本当にメイクの知識がないから、あ、もうあとどこやったっけって分かんなくなっちゃうのよ。そうだから、眉毛が大事っていうのも今は知ってても当時は知らないから、うん、分かんなかったですね。伝説やん。 そうだよね。でもそのバックダンサーの映像あんのかなそう、研究生の時は本当にメイクの知識マジでゼロの状態から始めてたのね。だから AKB のメイクさんにあのいろいろ工程を教えてもらいながらメイク道具を揃えたりとか、もう本当必死でした。うん、で私は中学生の頃もメイクしたことなかったし、したことがあったとしてもビューラーしてマスカラ塗るとかそれぐらいのことしかやっぱ学生だしさしないじゃん。したことなかったんですよ。だから本当にあのアイラインとかもうまく引けないからメンバーにやってもらったりとかしてましたね。うん、そう、結構ビューラーも怖かったその、まあ、私もね中学の時部活っ子だったからメイクとかそういうのも別に興味すらなかったの、お化粧することに。中学生だし、で中学3年生ぐらいになって高校受験するし、まあその当時仮研究生だったからそこでちょっとずつお化粧を始めたのね。でも始めたってっていううちにも入んなくて、まあ、マスカラ、あ、ビューラーでまつげ上げてマスカラ塗るだけとか、まあ、チーク塗ったりとか、まあ、色付きリップをつけたりとか、もうほんとそれぐらいのメイクしかしてなくて、だから本格的に始めたのは AKB 入った時だったんですよ。あの高校1年生になった時にちゃんとメイク始めて、でそっからはいろいろなんか YouTube とか見て、あの、あ、こうやったらいいんだとか勉強したり、あとメイクさんに教えてもらったりとか、そういういろんな人の知識を利用して今の私の顔面が作られてる感じなんで、あの本当に毎日やってれば成長できんだなって思いました。もう毎日のようにさ劇場公演もあったしさ、なんなら研究生
の頃はアンダーで結構いっぱい公演出まくってたから、あの毎日お化粧しないといけないからね。そうなんだ。メイク参考にしてるメンバー、メンバー、メンバー、メンバー誰だろう。でもなんか昔なんだっけな、あの小島さんの好感度爆上げ公演に出ていた時に、なんか私はその話の輪には入ってなかったけど、なんかたまたまふって聞こえ、なんか聞こえちゃったみたいな感じなんだけど、小島さんがなんか目の下にはイエローゴールドかオレンジがいいよみたいなことを誰かに言ってて、でそれをたまたま聞いてて、私もあそうなんだって思ってから目の下はそのオレンジ系とかにしてる。そう、盗み聞きみたいな感じになっちゃったけど。でメンバーでもやっぱあかりんさんの YouTube とかたくさん見てたので、一番メイクを参考にしたのはあかりんさんかな。メイクってなるとね、やっぱ YouTube をずっと見ていたので、メイクを参考にするのはあかりんさんだったかもしれない、私は。めぐちゃんずっと黒髪だったけど髪色変えようと思ったきっかけある？特にないわ。なんだろうな、でも成人式が終わるまでは絶対髪の毛染めないようにしようって、まあ自分の中で決めてて、成人式終わったらもう自由に しようかなって思って、でまず最初にインナーだけ入れたね。いきなり茶髪にするのもちょっと似合わないのかもしれないって思ったから、徐々にってやっていこうって思って、で最初インナーでいっぱいいろんなカラーして遊んで、インナー、まあ、最初はシルバー系のインナーカラーやってから、青とか紫とかそこら辺やって、毛先青とかしたりして遊んで、でそれ終わってから、じゃあもう全部染めちゃおっかなって思って、まあ、暗めの色から始まって、そっから徐々に明るくしてって今があるって感じです。でも今なんだろう、この長くないわ、この明るい髪の毛にした今だから思うんだけど、なんか結構明るい髪の毛が似合うねって言われることが多くて、それまで私黒しか経験してないから、黒髪しか生まれたままのね、その黒髪が似合うって言われてたし、あの自分もそうなのかなって思ってたんだけど、なんかいろいろパーソナルカラーとかいろいろあるじゃないですか。でそういうのに当てはめていくと、私って明るい色の方が似合う、なんかその肌の色とかそういうのだったりするんです、するらしくて、でやっぱあ私って黒髪今まで似合ってなかったのかもしんないなって思って、ってなると、なんか今の明るい色が一番今の自分には一番合ってんのかなって思ったりもした。こんばんは、こんばんは、イエベさん。まあでもそのパーソナルカラーにとらわれて自分のしたいメイクをしないって、それは違うと思うんですけど、ただまあ、結局は自分の一番したい、なりたい自分になるのが一番ね理想なんですけど、ただ私のこの肌の感じとかで言うと、なんか黒髪とか
よりはこういう黄色みオレンジみがある髪色が自分には合うんじゃないかなって思った待って声が暗めだから髪は明るい方かって声と髪は全然違くないですか。声が暗いから髪が明るいって解釈面白すぎ面白すぎそんなタイミングでバイト向かいます。さらば、うん、ありがとう。ちょこっとでも見てくれて嬉しかったよ。うん。声が暗いから髪の毛明るい面白い。そういう解釈の仕方もあるね。確かに。秋花粉。横山さんの後ろで絶滅黒髪少女披露してたんですかね。あれ嬉しかったな。黒髪のうちにあれ踊れてよかったです。でも私もその絶滅黒髪少女をやる日が来るってなったら私も黒にするそれは黒に染め直すよね。ミルクティーベージュとか見てみたいね。明るい、もうちょっと明るいのもしてみたいけど今はこれぐらいで安定してるかな。うん、とりあえず今はこのオレンジ系とかベージュ系の髪の毛でしばらく過ごすかもしれないですね。このネモハモルマーの期間は、おでこかな。いい感じで鼻声ですね。でしょう。メグメールのヨギボは誰が撮ってるの。ママです。ママに撮ってもらってます。うん、ひーちゃんくらい明るいやつ私絶対似合わないよ。肌の感じが違うからもうちょっとアッシュみのある金髪とかそっち系の方が似合いそう。自分だったらね、白っぽい金髪は私似合わなそうだな。ミュージカルがあるから2人公演デビューは来月かな。ね、そうだよね。メグもミュージカルが終わってから2人公演かなって感じ。ああ鼻が。最近トムメグ仲良しみたいで嬉しい。トムメグ推しです。え、嬉しい。でもメグ、あのトムさんと同じチームの時結構トムさん推しの方が私の握手会とか来てくれたりして嬉しかったです。トムさん今日一緒にお写真撮りました。トムさんのあのネモハモルマーのヘアスタイルがすごい好きで、あのエクステ、白っぽい白シルバー系のエクステをいつもつけてるんですけど、それがすごいおしゃれで綺麗だなって思って、衣装も大人って感じの衣装で綺麗だなって思って見てます。アンニンさんも大好きです。アンニンさんに会いたいです。今一番会いたい人はって言われたら私はアンニンさんです。アンニンさん不足すぎます。いつもインスタ見てます。美しすぎて、うん、美しい。うん、高橋チューメンの時ですね。トムさんと一緒の時。ネモハモの裏話、ネモハモの裏話って今日何だろう。今日何があったかな。あの今日の歌収録なんかあったっけな。あーなんだっけな。なんか特に面白い出来事は特に私の周りではあんまなかったけど、おんちゃんがやっぱマジムリー舞台後だったから
やっぱ舞台って結構メイク濃くするじゃないですか。だから今日ちょっとメイク濃くしすぎちゃったみたいな感じで言ってて、でもそんななんか濃い感じじゃなかったからなんか可愛いなって。いつもおんちゃんそういえばまあメイクあんま濃くないイメージあるけど、確かになんか濃くなっちゃったって言ってるおんちゃんが可愛かったバラちゃんの名残が残ってましたね。可愛いなって思いながら見てた。でもそもそももともとおんちゃん自身メイクそんななんか濃くないから、濃くて逆にちょうどいいんじゃないかなって思ったぐらいだったけどね。可愛かったよ、おんちゃんが可愛かった。舞台メイクにちょっと引っ張られちゃったおんちゃんがすごい可愛いなって思いましたバラちゃんの名残が残ってるのね。そうおんちゃん、そうジャケ写の時に台に乗ってた、可愛かった。でもバラちゃんは荒れ地に行ってもバラちゃんのまんまだからよかったね。なんかそうすごいよかった。そのことをおんちゃんに話したのこの間あれっすね。バラちゃん荒れ地に行ってもバラちゃんですごい安心したよみたいなすごいちゃんといい子で安心しました。うん、今回鎧とかあれ重たくないんですよ鎧系が。今回舞台ミュージカルで結構鎧っぽい衣装、見た目重そうに見えるけど全然重たくないです。軽いなんか発泡スチロールみたいな感じの素材、簡単に言うとね発泡スチロールほどもろくはないけど、うん、ツヤ感とかがすごい綺麗に作られてるから重そうに見えるかもしれないけど、結構軽めな衣装です。まあ盾とかもあるし重たいね武器とかそういう重たかったら動けないので軽めなやつ。そう今回もね刀持ってんのよ私。なんか何かしら持ってますよね。刀の盾めちゃめちゃうまくなりそう、どんどんうまくなっていきそう。ツバイタンは木刀でしょ、で少女ヨルハは刀と銃でしょ、で今回は刀でしょ、剣でしょ。3回目です、剣を使うアクション。元はといえばライトセーバー、ライトセーバーはおうおうダメです、あれは下手くそだったんで。そういう系の舞台もう次はゾロみたいに三刀流とかになるんじゃないやば、三刀流はむずいかな。でも二刀流やってみたい。二刀流二刀流弓矢とかいいね、かっこいいね。こうやってこういうのやりたい、なんかかっこいい。でも絶対うまく できる自信はあんまないけど、でもとりあえずね盾がマジで大変そうだなって思ったので、マジで今回の舞台に関しての課題は盾が私の一番の課題です。いやー大変だ、盾が多いからな。
今回は結構強さを出さないといけないので、いろいろ辛くなりそうだな。大変。10月8日が初日です。キャー、やば、もう1ヶ月になっちゃった。はい、いやー大変だ。どうしよう。頑張るぞ。ちょっともうちょっと本気に、なんかもうちょっと舞台モードになんないと。結構根も葉もの方が気持ち入ってたから、そろそろちゃんと、まあ台本読んだりとかちゃんとしてはいるけど、やっぱり気持ち的にまだ根も葉もの方が早いから、でもハモの方に行ってたな。ちょっと気持ちを切り替えて明日から頑張ろうと思います。ネモハモのダンスで難しいところは全部です。あのネモハモに関しては休憩っていう言葉がないです。頑張れ、頑張る。いやー、あと何話そうとしたんだっけな。9月12日のコンサートはね、お稽古とかぶっちゃって、そう出れないんですよ。 AKB のイヤオンかな、あれ出れなくて、再販申し込みも、あ、再販が今日から始まりましたね。ネモハモの生写真めぐちゃんなの嬉しい、即予約した、ありがとう。私は AKB ショップで買っていただけると、お花、私のソロの生写真がゲットできるよっていうシステムです。再販が今日の18時から始まったので、ぜひまたもっと話したいって方がいらっしゃったら申し込んでくれたら嬉しいなと思います。でも再販っていうシステムはまた追加して注文するっていうシステムで合ってますよね。また追加で増やすっていうシステムですよね。再販ってそういうシステムですよね。あれもしかして違う？もしかして私違うかな？合ってる？ちょっと教えてほしいです。そう、そういうことか。うんうんうん。せやね。そういうことか。入金した方はそうね、もしくはキャンセル分、はい追加しました。みぐちゃんの生写真が欲しいから AKP ショップで予約注文しましたよ、ありがとう。決済漏れとかじゃなくてキャンセル分の再販ってこと？めぐちゃんと話するまでに痩せるを目標にする。そう、なんかいいですね。逆に誰かと会うために痩せる目標っていいですね。めちゃめちゃいいね。決済忘れ
決済忘れちゃった方のための再販っていうことかな。再販って再販のシステムがさ、あ、売れ残り分と支払い忘れのキャンセル分です。販売前はキャンセル分と未完売分だったはず。リリース後の再販はキャンセル分。じゃあリリース後の再販はキャンセル分か。販売前はキャンセル分。ああそういうことね。だ今はキャンセルの分と未完売、まだ完売してない部があったところの、あの申し込みってことか。でリリースされたらキャンセルされた分のところがお話が空いてるからそこを申し込めるよみたいなことですね。おお、なるほど。うんうんうん。おめぐの話し会初参加です。おお、ありがとう、嬉しい。初参加なのですでに緊張してますが、何話したらいいですか。あ、でも待って、色見てって書いてあるからメグレンジャーの色決めようか。トシさん、メグレンジャーかっこ色見てって書いてあるね。楽しみにしています。詳しいファンが多いね、ありがたいです。私もまだうまくね説明できない。じゃあもう完売している分はもう売られてないってことか。でもそこのその中でキャンセルしたされたものがあったらそこも買えるよっていうのか。あんまキャンセルは、うん、予定、まあ予定によるよね、キャンセルとかね。もうなるほど、いろいろ理解できた気がする。再販について詳しく、なんか今までそこまでなんかちゃんと理解しきれてなかったところもあったので、よかった、ありがとうございます。皆さん、うんうん、オンラインは初めて。完売の部が買えるようになってたから持ち込みました。お、じゃあそれはキャンセルのものが、あと決済忘れもあるかもしれないですね。ってなると、うんうんうん、今ならどの部も注文できる。なるほど、ファンの方優しいですね。結構しっかり今日のめぐちゃん服かわいい、かわいい服着てるね。そう、見てじゃーん、かわいいでしょ。ボタンもねこんな感じになっててかわいいんです。でここもフリルがいっぱいついてて、でここもこれおんちゃんが結んでくれたリボン結び。そう、かわいいブラウスでしょ、これインスタに載せるね。決済忘れあるある、そうですよね。かわいい、好きがあふれる、ありがとう。ミーヨンが結んでくれた、おんたんが結んでくれたリボンです。ジャケシャのメグ、ミユ、ミヨンがやばいね、ありがとう、嬉しかった。なんか個人、めっちゃ個人的な感想なんですけど、ジャケシャもさ私初めてなわけじゃん、初選抜だし。だからその初めて乗るジャケシャの撮影におんちゃんがいたことが嬉しくて、まあそのなんか3人ペアみたいな感じであの撮影したんですけど、そこの撮影まだあの前日ぐらいになるまでは誰とペアとかそのグループになるか分かんなくて、で前日ぐらいにみゆちゃんとおんちゃんと私って分かって、あ、おんちゃんいる、嬉しいって感じで一人で盛り上がってたそう、ジャケ写の表情すごい、ありがとう。そう、おんちゃん台に乗って可愛かった可愛い、なんか 台に乗る系の女の子大好きです、可愛いです。めぐちゃんの初めてに立ち会えて嬉しい、嬉しい、ありがとう、こちらこそ。みゆちゃんと3人で楽しかったです。ただ私たちの3人グループがジャケ写の撮影の一番初めての一番最初のグループだったんですよね。だから結構スタッフさんもいろいろ試しながら撮ってくださって、いろいろ
話コミュニケーションを取りながらいろいろ教えてくれましたね。でもやっぱ写真を撮られるのってちょっと恥ずかしいですね。ちょっとなんかやっぱ慣れないところもあったりしたけど、でもすごい褒めてくれたのでよかったなって思って、いい勉強になりました。ジャケ写のメイクのコンセプトなんだろう。よくなんかオフェロメイクとか昔なんか結構オフェロっていう言葉が流行ってたじゃないですか。そんな感じに近いメイクでしたね。チークがここにポテってここら辺に上の高い位置にあって、チークとリップをメインにしたメイク、色ですよね、赤っぽい色をメインにしたメイクで、アイメイクはもうほんとアイシャドウ、茶色のアイシャドウを上と下に塗るだけで、マスカラは塗ってないです。でもそんな感じのメイクでしたね。眉毛はまあ普通に描いてましたけど、そう、私のテーマは LA の女の子だったんですよ。ロスの女の子がテーマねみたいな。衣装も結構可愛い、カジュアルな可愛い衣装で嬉しかったです。いちご可愛かったでしょう。いちご可愛いね、可愛かった。やっぱ噂をテーマにして、だからやっぱリップとかをメインにしたメイクだったんですよ今回。だから口元をこうやって手を添えたり、いちごを持ってきたりとか、リップメインな感じの撮影だった印象があります。うん、すごい楽しかったです。うん、こうなんかこうやってこういうポーズ撮ったりとか、口元に手を添えたりとか、なんかこんな感じのしたりとか、リップがメインの印象が強いですね。いや、噂なんで。なあ。うん、口元。リップや赤がメインなイメージでしたね。楽しかったです。ジャケ写もなんかいい感じで、よかった。みんな、でもみんなマジ可愛かった、ジャケ写。仕事終わり間に合いました。初めまして。噂ツイートにおめぐがまだ未登場。いや、私あのレゴのやつで登場してますよ。噂ツイート遡って見てみてください。この間お手紙を劇場に出したよ。お、ありがとうございます。劇場出れるのいつだろうな。でも10月の中旬か後半ぐらい、10月の後半、早くて10月の後半か11月ぐらいになりそうだな。でもまあ受け取れるかな、どうなんだろう、わかんない。ありがとうございます、手紙嬉しい。ペア公演、私誰と出るのか全く分かんないし、そうぞ、え、どうやって決めてるのかも分かんないですけど、でも誰とでも嬉しいです私は。めぐちゃんのショールーム初めて見れた、この間インスタライブ、ん、もう見たよ、ありがとう、嬉しい。アミナさんのインスタから見、嬉しかった、お、嬉しい。あ、そう、私もレッスンの時とかに受け取れて、マスクとかたくさん届いたりして嬉しかったです、ありがとうございます。今年の生誕 T シャツを期待しています。ぜひ楽しみに待っててください。
11月予定の生誕祭は盛大な公演ができればいいね。盛大な公演ね、したいね。うちは買ってから劇場行けてない。うわ寂しいねそれは。マスクがプレゼントなんて時代だな。そうですよね、めちゃめちゃ時代感じるわ。ありがたい。今年初めて生誕 T シャツを買います。ありがとう、嬉しい。ガチオシ T シャツ買いました。ありがとう。そういえば前に走らないとに出演した時のめぐちゃんのサイン入りますか。当たりました。おーありがとう。すごい、もう一人しか当たらない、一つしかないサイン入りのマスクですよ。生誕 T シャツもったいなくて着てない。着ない方がもったいないじゃないですか。着ない方がもったいないよ。ぜひ来てください。今日は9時までショールームやろうかな。あと約10分ぐらいかな、ショールーム配信したいと思います。これ終わったらインスタに今日のお洋服の写真載せようかな。あそうだ、9点と、インスタ投稿忘れないようにしないと。今日のメイクのポイント、今日はオレンジ系の囲みメイクです。でも茶色、歌番組なので目力を出すために茶色を塗ってます。こんな感じです。結構濃いめにアイシャドウをつけました。でもちょっと落ちてるかもしれないです、メイクが。めぐちゃんはじめまして。昔はよくビンゴ見てたよ。ありがとう、嬉しい。ビンゴ懐かしい、嬉しかったな。ビンゴがある時に出れてよかったです本当に。ヨギボー欲しいけどダメって言われちゃうの。ソファーよりヨギボーの方が掃除するとき楽だよって言ってみたらどうですか。ソファーで貼るのとヨギボーだった。めぐるくん好きだったわ、懐かしい。めぐるくん金髪ですよ。めぐるくん金髪、巻き男のやつも金髪ですね。私は金髪のカツラでした。メグが持ってるヤギをミーヒからだよ。ミーヒちゃんってもっとピンクっぽい色じゃない。私これラベンダーなんだけど、ミーヒちゃんもラベンダーだった。だとしたらかなり嬉しい、かなりテンションが上がる。ジブリ？ジブリ好きです。アニメにはなってない漫画本？あるんですか？ジブリって漫画あるの？すごい。
プレゼントしたいと思って、めちゃめちゃ気になります。ジブリって、アニメにはなってないけど漫画があるよっていうお話ですか。なんだろう、すごい結構興味ありますね。ビンゴだと新体操のやつすごいってなった。わー、ありがとうございます。やめてからブランクがあったので、まあ新体操を習ってたりとか新体操の経験がある人からすると、うわ下手くそなーって思うかもしんないですけど、新体操あんま詳しくない方から見ると、まあすごいなーって思ってくれてるんだろうなーって思うので、まあよかったなって思いました。タイ語で挨拶できますか。サワディーカー、コプンカー、ディーチャイ、はい、ちょこっと喋れます。ちょこっとだけ言えます。ナウシカの後半とか、ナウシカの後半、私ジブリで一番好きなのなんだろう、トトロか千と千尋かな、私だったら、うん、トトロか千と千尋の二択だな、私は好きなジブリね、だったら。こんばんは、秋花粉出てきそうです。秋花粉ね、辛いですね、鼻水が。もののけはパパが好きって言ってた、ママは魔女の宅急便が好きって言ってた。キキが可愛いもんね。同じく、はい、一緒だ。あ、 AKB カフェ行ってバレない、懐かしい。でも結構それなんかみんな話題にしてくれて嬉しかったです。ポニョも可愛くていいよね。ポニョサンスケ好きみたいなやつ、鼻声だから全然似てないわ。もうちょっと似てたんだけどな。悔しいですね、鼻声め、秋花粉めってなります。トトロは面白い。千と千尋も結構好きだな。私多分ちっちゃい頃初めて見たの千と千尋だった気がする。当時はお父さんとお母さんが豚にされちゃうシーンがすごい怖くて、なんかメグのパパとママは豚にされないかなんか心配だった、ちっちゃい頃。うん、タラちゃん、タラちゃん、なんとかです、なんとかです、タラちゃんです、タラちゃん、タラちゃんです。似てる、タラちゃん、お、うまい、ありがとう、優しい。最近一日一巻東京リベンジャーズを読むのが日課になっております。マジ一日一巻じゃさ、次の巻早く読みたいって思わん？めっちゃうまい、かわいいだって、かわいいだって、嬉しい。タラちゃんではないね、イクラちゃんの方ができるかもしんない。はーい、はーい。イクラちゃん、イクラちゃん、ちょっとでも鼻声だからあんま似てないかも。鼻声じゃなければね、もっと似てたと思うんですよね。ワンピースを一巻から毎日一巻ずつ読むってなると約 3,4 ヶ月ぐらいで今だと100巻読めるよね、イクラちゃん。イクラちゃんってこんな感じじゃない？シャトネか、あ、シャトネ、シャトはメグさん、メグちゃん、でも鼻声のせいで全然似ないです、にくいです、秋花粉が。メグさん違う、メグさんは、うん、違うな、あ、メグさん、鼻声のせいで似ないじゃないか。小島さん、小島さん、小島さん、わかんない、小島さんの真似、やったことあったっけ。なんか、むず
あの全然違うわ。あ、ちょっと待って、ちょっともう今日はね、ちょっと鼻声っていうのを言い訳にさせてください。似てないわ。わーみたいな、久しぶり、あ、鼻声すぎて全然モノマネが似てないです。なんかわーみたいな、あー久しぶりーみたいな、え、こんな感じじゃない、なんとなく。あ、あー、うん、似てた、あー久しぶりー、あ、似てる、あ、本当、あ、よかった。こんなテンションですよね、小島さん。お、結構似てるよ、だって嬉しい特徴。でも私喋り方とか、なんかこういうこういう感じの喋り方とかが、あと性格、性格まではいかないか、でなんか私北原さんに似てるって言われることがよくあります。なんか、うん、北原さんに喋り方かな、なんだろうな、北原さんに似てるって言われることがありますね。めっちゃ嬉しい。そう、北原さんのモノマネって分かんないですよね。で私はこの喋り方が普通だからこれやってるけど、でこの喋り方がよく北原さんっぽいって言われることあります。で私ミャオさんからは、あの小森さん、小森美香さんっぽいって言われたことがあります。北原さんか小森美香さんっぽいって言われることが多いです、私自身。なんかこの、なんだろう、しゃべり方、なんだろうな、性格かな、性格が小森さんっぽいって言われたのかな、なんだろう、っぽいって言われたことが昔あって、あのミャオの部屋みたいな、あの出演させていただいた時に、なんか言わ、なんかそう言われたことがあって、あ、そうなんだって思って、私が入った時には会ってなかったので、そう、嬉しかったですね。でも私昔あのファンだった頃が見てたので、そう、嬉しかったです。うん、差し子守推しでした。ああ、指原さんと小森さん推しです。うん、って言われた昔ね、昔、今どうだろう、え、わかんないな、今誰に似てるってこと、あの誰に似てる、誰かに似てるってことないかもな、あんまり。なんかこの話し方とかが似てるって言われるのはやっぱ一番北原さんが多いです。嬉しい。でも北原さんの舞台とか、あの見に行かせていただいたりとか、北原さんが卒業してからもなんかいろいろそういう見に行かせていただいたりとかしてて、峰岸さんの卒婚の時にも一緒にお話少しできたのも嬉しかったです。可愛かった。杏仁さんには似てないです。杏仁さんに似たいですよ、似たいですけど似れないですよ。ああ、もうあれはもう美しすぎます。杏仁さん別格です、本当に。もうインスタの写真、最近のあの白黒系のインスタの写真がマジあの美人すぎて、もうこのメイクや衣装とかヘアスタイルってはもう杏仁さんしか似合う人いないなって思うぐらい。うん、美しすぎましたね。メグの前は北原さん推しでしたね。私の前北原さん推し
から私推しになってくださった方も結構いて嬉しいです。でもめご推しになった方って誰推しからめご推しになったって方が多いんだろう。でもやっぱ私最初はチーム A にいたのでチーム A の先輩が一番多いと思います。うん、あ、9時過ぎちゃった。うん、川栄さん、ジュリちゃん、ジュリちゃん、ロケットパンチ、横山さん、島崎さん、あ、チーム B でメグのことをしてくださった方もありますね。あ、高見菜さん多いですね。高見菜さん、小島さんが多いですね。あ、横山さんもいらっしゃいますね。まだわかんないのかな、できた。あ、あのヤンクミ極戦のやつですか。あれちょっと一回もそのセリフを言ったことがないから今やってもにいるかわかんない、極めてみようかな。まだわかんねえのか、なんか絶対似てない、もうちょっとなんかコツがありそう、ちょっと調べてみよう。やっぱ高見菜さん、島崎さん、私とやっぱ高見菜さんと島崎さんと小島さんが多いね、多いですね。あ、マリアギさんが、マリアギさんもマジ可愛かった、本当にずっと可愛いですよね。もう顔面がタイプ、マジ可愛い、本当に可愛い。ずっとチーム A をしてたからチーム B はめぐちゃんが初、おー嬉しいですね。横山さん、めぐ、うーん、ありがとうございます。ちょっと話盛り上がっちゃったね。そろそろランキングを言って終わりにしますか。私もあのですね、5000人ぴったり、確かに。はい、では13位ペイトングコップンカー、そして12位がブッフォン99さん、ありがとうございます。そして11位がユキタンアットメグのことがめっちゃ大好き、ありがとう。そして10位が園田長崎やっと再販ポチるね、ありがとう。そして9位がアットさやゆみメグレンジャーショッキングピンク、ありがとう。そして8位がジャンちゃんコップンカー、そして7位がトシアットメグレンジャー色見てありがとう。そして6位がポンコツコミンアットメグレンジャーピーポーくん、ありがとう。そして5位が元気くん、ありがとう。そして4位がまさゆきアットメグレンジャーイエローブラウン、ありがとう。そして3位が闇おじさん、ありがとうございます。そして2位がリバーさん、ありがとうございます。そして1位が陽一さんです、ありがとうございます。うん、秋花粉ね。じゃあスクショタイムしますか。今日可愛いお洋服着てるからお洋服見せよう。おんちゃんが結んでくれたリボン、はい。ということでスクショタイム終わり。今日もショールーム見てくださった皆さんありがとうございました。また暇な時ショールームします。バイバイ、ありがとうございました。9点忘れないようにしないと、9点の目代わりを忘れないようにすることが私の残された今日という時間の目標です。ありがとうございました。おやすみなさい、バイバーイ、バイバーイ。